兵庫県知事の井戸俊蔵です。本日兵庫県が国の緊急事態宣言の対象地域として継続されたことに伴い対策本部会議を開催いたしました。そして感染拡大防止を基本としつつ経済社会活動にも配慮するため交流圏域が同じである大阪や京都との整合性を図りながら施設の使用制限等の一部緩和、いわゆる休業要請施設の一部緩和を決定しました。皆様の協力により最近の新たな感染者の数は確実に減少しつつあります。しかし今後感染拡大の第2波の恐れもあります。引き続き気を緩めることなく営業・通勤・外出の3つの自粛についてご協力をお願いします。まず事業者の皆様へのお願いです。1つ目は営業の自粛のお願いです。詳しくはホームページに掲載していますが、接待を伴う飲食など全国でクラスターが発生した施設や1000平米を超える遊戯施設などについては引き続き休業にご協力をお願いします。劇場や商業施設等については休業要請を解除いたします。ただし施設の再開にあたってはガイドライン等に基づき施設の換気、入場制限の実施、人と人との距離の確保など3つの密、いわゆる密閉密集密接を避けてください。すでに営業中の施設においても引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。2つ目は通勤の自粛のお願いです。通勤者数の7割削減を目指しテレワークなどの在宅勤務、テレビ会議などの取り組みをお願いいたします。次に県民の皆様へのお願いです。3つ目の外出自粛のお願いです。最低7割、極力8割の接触の削減をお願いしています。極力外出を控えてください。特に府県域を超えた不要不急の移動や夜の繁華街への接待を伴う飲食店などの利用を控えてください。身体的距離の確保など3つの密を避けるとともにマスクの着用、手洗いなど感染防止対策を徹底してください。以上の営業・通勤・外出の3つの自粛を行いながら新型コロナウイルスの感染拡大防止を基本としつつ社会経済活動の段階的な再開に向けて皆様のご協力、ご理解をお願いいたします。